はい、どうもプラルでございます。本日はですね、ちょっと悲しいお知らせかなって思うんですけれども、みんなでにゃんこ大戦争ですね、こちらの方がサービス終了ということで、今回こちらのねお話をしていこうかなと思います。で、こちらのサービス終了に関してはですね、ツイッターの方で、通知の方が来まして、まあ、そこからですね真偽を確かめるためにですね、公式っていうかね、みんなでの方のサイトの方を開いたんですけれども、まあ、本当にサービス終了ということで、で、開いたらこのね、ページの方が出てきたんで、とりあえず今回ちょっとねこちら先に読んでいこうかなと思います。はい、サービス終了のお知らせ、いつもみんなでにゃんこ大戦争をご利用いただき誠にありがとうございます。この度誠に勝手ながら2019年1月31日、1時をもちましてサービスを終了させていただくことになりました。これまでみんなでにゃんこ大戦争をご愛顧いただきました全てのお客様へ心より御礼申し上げます。サービス終了に関するスケジュールにつきましては、各お知らせ欄をご覧いただき、ご確認くださいますようお願い申し上げます。ということでですね、1月31日で、終了ということで、かなり唐突じゃないのかなと思うんですけれども、まあ、本当に残念かなと思います。まあ、理由は何なんだろうかなと思ったりはするんですけれども、まあそうですね、まあ管理、まあいいや、そこはちょっとね、もう考察とかはするのやめとこう。まあ、とりあえずこの終了ということで、はい、まあ、僕もですね、みんなでにゃんこ大戦争の方はね、まあ、ちょこちょこやったかな。そうですね、まあ、ガチャのイベントが来たりとか新キャラが出たりとか、まあ、実際日本編とかはね、実際にステージを回ることはほぼほぼなかったんですけども、まあ、でもですね、まあ、新キャラとか出てくるのがすごい楽しみで、まあ、毎度開いていたんですけどもね、まあ、こう来るとは思わなかったんで、ちょっと本当に残念だなと思います。はい、ということで、まあ、このねサービス終了に関してですね、まあ、意外と公式ツイッター の, あの返信ですごいね反響があったんですよ。反響っていうか、なんて言えばいいんだろうね、ふざけんなみたいな、なんか使ってその、まあ、課金、せっかく課金していいキャラゲットしたのに、まあ、サービス終了とかないだろうみたいな感じでね、怒ってる方もかなりたくさんいますね。うん、まあ本当に唐突だからね、まあ、実際にこのアカウントはスマホ版で引き継ぎできるのかわからないんですけれども、まあ、何かしら対策でもしてくれるのじゃないかなとは思ったりするんですけどもね、まあ、そこは何とも言えないところですね。まあ噂だと、そのなんか、そのみんなでにゃんこ大戦争をの機能をそのスマホ版でやるために、まあ、今回終了にするんじゃないかみたいなこと言ったりするんですけども、まあ、よくわからないですね。まあ本当にですね、こちらの、まあ、スマホ版じゃなくて PC 版の方でガチでやってる方に関してはですね、もうかなり本当に残念じゃないのかなと思いますね。まあだからすごいね、怒る理由もわかるかなと思います。まあ実際にスマホ版がこうね、いきなりやられたら、まあ、僕もちょっとね、いやおかしいんじゃないかってなったりするんですけども、まあそれのね、逆っていうことで、まあ本当にですね、まあ、何が起こるかちょっとわからないっていうのもあるんで、まあゲームだからしょうがないっていうところもあるんですけれどもね、うん、まあ、もうちょっとですね、続いてほしかったなと思います。ということでですね、まあ、こちらもうこの画面を見るのがね、もう残り何回かっていうことになるんですけどもね、まあ、せっかくだからですね、まあ、時間があるとき、日本編だけぐらいはちょっと制覇してちょっと終わらそうかなと思います。でさ、このさセールとかさやるけどさ、サービス終了するからさ、もう課金する人なんかほぼほぼいないんじゃないのかなと思ったりするんだけどね。ちょっと見てみるか。はい、期間限定パッケージということで、はい、まあかなり破格ですね。破格だけど、まあでもね、課金したところでサービス終了したら意味ないからね。うん、まあということでですね、まあ、本当に、まあ、このアカウントにそこまで思い入れっていうものはないんで、まあ、そんなにすごいショックっていうわけではないんですけども、まあでもね、なんか暇つぶしでやっていたものがなくなるっていうのはすごいね、残念かなと思います。まあ、これにつきましてもですね、なんか思うことは皆さん多分あると思うんで、まあ、よかったらですね、コメントでなんか意見いただければなと思います。ということで本日の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。